久保さん今回サラリーマン依存にしましょうかサラリーマン依存なんかあの人生変えたいとか収入上げたいと思ってるんですけど給料をもらえるサラリーマンに依存してる人多いっすね去年か一昨年ですねねおこまん長者合宿でも言ったような気がするんですけど吉田さんあの最終的にネットでお金稼げるようになって人生変えたいです自由になりたいです 独立したいですっていう方がお客さんにいたんですけど、吉田さんすいません。え、本職に影響が出たんで、ちょっと一旦休止します。まあ、サラリーマン依存ですね <laughs>。まあ、あの、100分ずつ仕方ないとは思いますよ。あの、今の収入がなくなったら収入がであの生活できないっていうところはあると思うんで、まあそこはもうしょうがないんですけど、でもその依存から、 抜け出さない限りずっとその依存のまま生き続けないといけないわけじゃないですか,だかそれは申し訳ないんですけどどっかでなんかね好きなことをやるとか楽しいことをやるとかあのー、全然いいと思うんですよただし僕は新しい道を切り開くっていうのはそんな甘いもんじゃなくて辛いこともやっていかないといけないし あの大変なこともやっていかないといけないし、難しいこともやっていかないといけないし、僕はそんな甘いもんじゃないと思います。楽しいことだけやって、新しい道を切り開ける。そんなわけはほぼないです。まあ、ごく一部いるかもしれないですよ。1万人に1人ぐらいの確率でいるかもしれないですけど、新しいことをやっていく、そ,その新しい道を切り開くっていうのは、うーん、作られたアスファルトを、きれいなアスファルトを歩くわけじゃないですよ。 そのアスファルトを作るために、道をね、破壊したりとか、整えたりとか、しんどい思いするわけですよ。ね。うん。クソ、夏の炎天下ね。夏の炎天下、まあ、道路作ってる人なんかはね、もう汗だくで道作ってるわけじゃないですか。一緒ですよ。うん。だからまあ、それが嫌なんだったら、まあ、そのサラリーマン依存し続けるしかないかなと思います。 でもそれが嫌なんだったら、僕は、うん、どんな思いしてでも、新しい道作ってそこを道歩くべきなんじゃないかなと思います。サラリーマン嫌なんだったらね。うん。だからそ結そ、結局その、結局その、サラリーマンも嫌、ネットビジネスも嫌、これも嫌だ、あれも嫌だ、こっちも嫌だ、あれもできない、これもできない、サラリーマンも嫌だ、どうすんねんと。どうすんねんと。 うん、それはもう、さっちもみっちもいかないですよね。うん、なんかまあ、みんな、その、きれいに塗装されてるアスファルトしか見てないので、自分で道作るっていうのは、うん、そんな生半可なものじゃ作れないですよ。腹くくって、もう徹底的に、道できるまで、あの、工事していかないといけないですからね。うん。いってらっしゃい。